い、皆さんこんにちは、ワンダリングルビージです。では今回は三国志14曹操プレイ続けやっていきたいと思います。さてどうしたものかということでですね、まあ、前回ご覧いただいた方一度は滅んだんですが、まあ、タイムリープして戻ってきて、まあ一時をしのいだわけなんですが、まあ、この後もね、董卓1万7000が陳留に迫っていてかなり厳しい戦いを強いられているという状況になります。まあ、これをどう打開していくかというのが、まあ、当面の、ね、テーマになっていくかなと思うんですが、やっぱり味方を増やすしかないでしょうということで、なんとかね董卓軍を追い払ってもらう、まあ、その手立てをねちょっと考えていきたいと思います。じゃあ今回はまずは外交、金あったっけっていうところからですけどね。金あったかな、ちょっとマップで確認する。できればね確実に仲間になってくれる人たちに頼みを聞いていきたいので、兵糧1万、兵糧1万あげればさ助けてくれんじゃないかな。6ヶ月と言わずね、まあ、1年とか2年とかそういう長い年月を考えていきたいんですが、まずはじゃあ2勢力ですね、こことここに対してしっかりとなんとか味方になってくれというね心の叫びを今行ったので、味方になってくれることを期待しましょう。では提案イベント見ていきます。そうだな、董卓軍をどう始末つけるかなんですが、いやこれさ今一番最初の回でお話した通り難易度は普通でやってるんですけど、これ難易度難しいとかにしたらより厳しい戦いになってますよね。さあどうする、そうだな、董卓軍の長安とかねこういうところで独立させるっていうのはありだけどな、うまくいってくれれば。ただ金900だろ、金900はさ厳しいよ。あとは成功してくれる可能性があるのかどうかってところもちょっとね確認したいよね。独立してくれるのであれば、まあ、ただ必ずやって言ってるからね陳旧が。いや独立させてなんとかね敵の董卓軍の中を潰していきたいところだよな。よしちょっとここは一発逆転狙っていきましょう。頼むぞ。で董卓の動きを確認していきます。いやそもそもさ董卓のさ戦闘力ってどうなのよってところだよね。いや侮りがたしものありだな董卓軍、まあ、防御はともかく攻撃力は凄まじいものがあるね。よし、曹操自ら足を運んでますからね。よし、まずは味方を増やす。董卓軍の後輩をついてご確認ください。一旦董卓を退けるっていうことをやりたいけどな。結局独立はしてないよね、全くする気配ないな。この安定で独立をお願いしたものの独立する気配はゼロだからな、まあ、そりゃそうだよな、董卓相手に独立しようものなら息の根を止められかねない、そういう状況だからね。
じゃあ我々が取る手段は、いや兵力が足りなすぎる。6000では董卓軍を追い払うのは不可能だからな。とはいえこのまま放っておくわけにもいかないので、花公園を出して、そうだな、一旦この辺りに建設で弓矢倉でも建てますか、もしくは罠、いやー違うな、いやー危険だな、いや今6000の兵を失うわけにいかないからな、ちょっと様子見しましょう。董卓が帰っていくのを待つ。金の挑発もやりたいな。いやー治安が悪くなってでも今金が欲しい。成功しましたぞ。金が欲しいんだ。この上で計略。董卓軍をしっかりと独立させて、安定で反乱を起こさせる。あとは提案系のコマンド特にないよね。 OK だ。よし、まずは同盟をね着々と増やしていきましょう。軍事同盟ですからね。お、董卓が動き出している。マジか。いや持つのか。聞いてください、援軍お願いしたいよ本当に。さて援軍をどうやって呼び寄せるかだな。まあ、当然外交だよね。特にできそうなものはない。あ、そうだね、まずは探索はできるだけやっていこう。まあ、曹操もいいよね。もうなんて言ったってさ、今残念ながらその兵を出す余裕ないからね。では参ります。これもう完全に探索をガチガチ入れていくっていう感じでいいんじゃないの。参ります。目標としてはもう賃流しかないからね、まあ、とりあえずこんなもんにしましょう。今目の前に敵が迫ってるんで、でどうする。僕ように2万5000の兵がいるならこれにさ助け援軍を求めたいよ。陣流、いや出陣しても勝ち目はないな今。みんなお金を見つけて帰ってきてくれるね。何、やっぱり中止したか。金はどうなったんだろうね。金が戻ってくるならまあ別にいいけどね。その中止するが中止するでもいいけど。聞いてください、まずは決裁で董卓軍を混乱させることに成功すれば一気に壊滅させる。それも不可能ではない。でだ、その間にどうするかというと、もうと探索しかないからね、やることが、まあ、これをやり続けてなんとかお金を貯めて、行ってくる。その間に参ろう。董卓を退け、行って参ろう。味方を増やす。向かおう。
ちょっと地味なプレーが続きますけど、いやまさか反東卓連合の曹操が星4だったと思うんですけど、これで星4かって感じですね。星5だとどうなっちゃうんだろうっていうね。失敗に終わったか。そうたやすく混乱はしてくれないか。さあ、いよいよ厳しくなってきてるね。ただ東卓軍も1万5000、7000だったかな、いたものが今1万を切ってるので全然やれる、戦えるぞ、このまま行こう。というわけでまずは混乱させることが最優先。敵部隊を混乱、成功率が 45%、 なんとか。なんとか敵を混乱させてくれ。混乱した東卓を撃つ。まあそれぐらいしかちょっと現状でねできることが残念ながらないっていうね。で派遣してコツコツ落ちてる金を拾い集める。今はねもう落ちてる金にもすがらざるを得ない、そういう厳しい厳しい台所事情なんで。これでもさ、東卓軍に対して他誰か攻め込んでくんないとさ、結局我々だけ防波堤になっていて、この先その東卓をね滅することは難しいと思うんですよね。よし、混乱したな。この次のターンで東卓軍に奇襲攻撃をかける。何、呂布が来てる。やめてくれ、来ないでくれ、頼むから来ないでくれ。いやちょっと待ってくれ呂布さんよ、そんなゴム体な。うわ来るよ、完全にこっちに向かってる、完全にこちらにお迎えになられてますな。ご確認ください。これどうやって攻略するのが一番いいんだろうね。金は？しまった、金をちゃんと見てなかったけど、いやー厳しいな、非常に厳しい。今何か有効な手立てが考えられないからね。せめて呂布さえいなければね、これ混乱してる東卓を一気に滅するということも可能だったんじゃないのと思うんですけど、それすらも今難しくなってるからな。でやん、貴重な金だ。呂布の勢いをそぐことはできない。東卓軍の足止めなんかしても意味がないので、呂布が向こうに行ってくれることを祈りましょう。もう帰ってくれ、頼む。まずいぞ、呂布と容赦するな。そうなんで、援軍はどうなっていると言いたいよね。ご確認ください。東卓の3000だけだったら退け可能だと思うんだけどね。呂布が本当に厳しいな。金の挑発以外何もない。今できることが何もないのか。このターンはまず持ってくれ。いや今のそれどころじゃないからね、陳竜が危ないから。まずは退けられそうだね。東卓は退け可能なので、あとは呂布をどうやって退けるかだな。聞いてください。
いや、陳流に待機ありと言われてもね、今できることは何もないからな。経力、決済、提案、金の挑発、金を挑発するしかない。ちょっとでもいい、金をよこせ。達成いたしました。これでトータクは去っていくと思うので、よし、トータクは撃破したね。あとは呂布よ。報告いたします。金がない、金も兵糧もない。どうする、マジでやることないぞ。こいつは誰なんだ、そもそも。俗称、いや、この俗称でいいから助けてくんねえかな、俗称がさ。いや、呂布強いよ。いよいよ行き詰まってきたが、金もないし何もない。くそ、呂布にやられたが、ちょっとこれトータクを長く引きつけすぎたのが良くなかったですね。なので、そしたらイベント何がある。いや、特にできることないよ。長安セントって言われてもな。いや、でもこれあれだね、うまくはまればイベントが起き、長安へのセントを行わせることができればいいな。楽よから呂布がいなくなれば。これで呂布も一緒に連れてってほしいな。多いんですね。で、呂布はどうなる。いや、呂布もいなくなった。孤狼感もなくなった。洛陽まで進める。いやー、粘った甲斐があったというものだな。まあ金もないし、あれも何もないけどさ、こっからちょっとまた勢力をしっかり立て直しましょう。持ちこたえた甲斐があった。いやー、もうタイムリープしなきゃいけないかなと思ったんですけどね、なんとかなりましたね。ご確認ください。よし、じゃあこっから本当に頑張りましょう。一筋の光、いや、確かな光が見える。提案、金の挑発しかない。金の挑発しかないんだよ。申し訳ないとしか言いようがないが、さて、じゃあここでまた探索の毎日を過ごしましょう。向かおう。で、とにかく出立いたします。トータクがいなくなったそこをね、しっかり占拠して、曹操の力を増す。
ここまで来ればよかったんですよね。だから参ろう。まずは湿地の回復からだな。向かおう。直ちに向かおう。で兵が3000ぐらいになったら早速、失ったところを取り返しに行きます。いや3000にはならんな。これ2000でいいからもう出兵して場所を取り返していい。1500だ。1500でもいい。とにかく今は兵が欲しい。聞いてください。そもそもだってあれがないもんね、出陣。そうそう、学欲の陣で1000かな、1500かな。皆の者、出陣だ。さあではまた探索の毎日を過ごします。まあでも本当にあと一旦長安への遷都が遅かったら滅んでましたからね。この拾った命しっかりと生かしましょう。行ってくる。いや本当に董卓一旦遅かったらやられてたからな。行ってまいります。諦めなくてよかった。向かいます。五郎冠とか落葉ぐらいまではね、もうサクッと取りたいですよね。そのためには兵力がなさすぎる。もう落ちてる金もなくなってきたな。俗称だな。ご確認ください。もうここは地道に地道に道に落ちてる金を向かうとしよう。集めさせましょう。これさ、行ってまいります。できればなんか連続入力っていうか、もうまとめて入力みたいにしたいね。8人とか選んで参ろう。それをちょっと PK 版ではお願いしたいかな。では参ります。特に序盤やることないときってきっとこれをずっとやることになるんじゃないかなとなんとなく思います。行くか。とにかく道に落ちてる金を集める。向かおう。聞いてください。さあではまた落ちてる金を集めます。向かいます。参ろう。ねえねえ、ちょっと全然違う話をするんですけど、久しぶりで、まあ、3年ぶりぐらいかな、歯医者さんに行ったんですけど、まあね、歯石が溜まってましたね。虫歯はねなかったんですけど、まあ、歯石がちょっと溜まってますということで、まあ、3年ぶりに歯石を取りました。1年に1回ぐらいはね歯医者さん行った方がいいんですよね、きっとね。1年に1回ぐらい歯医者さん行って歯石を取る。もうこれもねアンチエイジングの一つとして今後取り入れていこうかなと思ってるんですけど。さあ金だ、金、金を拾ってこい。
ちょっと待ってくれ。海遊がもう古老館に入ったのか。1万5000の兵で董卓、洛陽も結局湿地回復してんじゃねえか。報告いたします。どういうことだよ。いや厳しいことしてくれるな。五郎館を奪うべきだったのかな、まあ、今更ですけど。さて参るとするか。ただ五郎館を奪って五郎館を支える戦力がなかったからな。では参ります。向かいます。行こう。そもそもだ、行ってまいります。最近決済を見てなかったけど、なんかある？金がないな。ようやく陳留で3000の兵が集まったな。あ、そうだ、ご確認ください。ちゃんとここで人をアサインしなきゃいけないな。読んだか。読んでないお前など。さあ誰アサインするかだな。統率が高い人をアサインしておきたいかな。そうそう、自ら兵舎をしっかり稼いできてくれ。で3000の兵が陳留で集まってるので、陳留で出陣をして学欲の陣がしっかり取れる人、陣形、学欲、総陣頼むぞ。3000の兵を集めて決定して、まあそうだな、この辺りをしっかり占領してもらおう。腕が鳴る。ここから立て直さなきゃいけないけど、少なくても董卓軍とまたガチンコするのはもう無理なので、まあ、よくしのいだなということで、董卓軍の方ではない逆方向にちょっとね、しっかりとした、地盤を築いておいて、董卓軍が攻めてきたらこれを迎え撃つという作戦でいきましょう。向かうとしよう。その間に多勢力が董卓と争ってくれれば、まあ、締めたものですかね。そしたら一度報告いたします。そうそう、騎乗させよう。なんだ、任せよ。でしっかりと担当官を任命する。ここはね、そうだな、知力の高い武将を陳給アサインして商業施設を作ってもらう。商業の発展に陳給を派遣だ。かしこまりました。で金は多少増えてきたけど、まだまだだな。任命姿勢はできてるもんな。陳旧の都市情報も問題なしであれば、金を拾ってこい。とにかく今は出立いたします。道に落ちてる金すらも欲しい。参ります。行ってくる。でね、ちょっと次回の体力、またこいつタイ行くのかって話なんですけど、4月にね、バンコクでディズニーオンアイスをやるんですよ。ちょっとそれうまくハマったら行きたいなと思ってて、1月の25日に、まあ、バンコクのディズニーオンアイスの一般発売があるんで、ちょっとそれにまずチャレンジして、手に入ったら、4月の頭にバンコク、ゴールデンウィークもバンコクと
しっかりね、バンコク遊んできて、よし、金200。何、コブの章を見つけた。いや、コブの章もいいんだけどさ、今は金なんだよ、金。曹操が戻ってきてくれたら、曹操に3000の兵を与えて、そこでまたしっかりと、失った領地を取り戻していきましょう。決裁提案、金の挑発。お喜びください。で、道端に落ちてる金を集めてこいと。いや、この道端に落ちてる金集めさ、何気にハマるときはね、 200×3 みたいな感じで600とか稼いでくるんで、捨てたもんじゃないですよね。200の金を道端で発見したわけでしょ。ありがたや、本当に董卓の銭湯に救われる形で生きながらえたこの命。では参ります。よし、どんどこ金を集めてきてくれ。で、陳留に入った曹操を出撃させていけばいいね。で、長安でイベントです。反董卓連合が解散する。いや、まあいいよ、だって実質一人で戦ったようなもんだからね。こう言っちゃなんだけど。報告いたします。さあ、問題は、よし、兵糧が2000あればなんとかなるだろう。早速曹操を出陣させる。学欲の陣で、しっかり占領して領土を広げてこいと、そういうわけですな。皆の者、よくここまでなんとかね、生きながらえているので、なんとかものにしたい。では向かうとしよう。で、またちょっとバンコクの話すると、バンコクのね、その4月の上旬がなぜかいつも泊まってるホテルに空きがなかったんですよね。飛行機はまだまだ空きがありそうだったんですけど、ちょうど今週末からね、中国で春節が始まって、とんでもない数の中国人が各国に新型コロナウイルスとともに上陸していくんだと思うんですけど、4月の頭は特にそういうビッグイベントはないはずなんで、大丈夫かなと思って全然ないんですよね。いや、金集めも捨てたもんじゃないな。なんか賊が侵入してきてんぞ。こいつらどこに向かってんだよ。報告いたします。いやー、もうやめてくれよ。とりあえず同盟結ばなきゃダメだな。金はむちゃくちゃ入ってきたね。外交同盟、しっかり同盟結んでこいよと。承知しました。いう話をして、そんなこと言ってる場合じゃねえだろ。そうそう、ここはそうだな、まあ農業かな。なので政治、あれ陳旧ってどっかに派遣した気がするんだけど、陳旧はさ、何してたんだ。
心得ました。あ、奪われてんのがやってくれるな。とりあえずこいつを撃破しとこう。こいつ単なる俗称ごとき、俗称ごとき我が敵にあらず。なんとか立て直しのね、目処が立ってきたので、そこだけは嬉しいかな。ではもう絶望の中で大した成果もなく、三国志14の初見プレイ1回目がこんな無残な形で終わってしまうと、僕はもちろんですけど視聴者の方の失望ときたらとんでもないことになるんじゃないかと、ちょっとドキドキしたんですけど、なんとか立て直しのね兆しが見えてきてるので、そこだけは唯一救われたかな。さあしっかりと同盟結んでこいよ。何、同盟を結ぶことができない。マジか。いや戦闘だけはやめてくれよ。いや急いで曹操を引き上げないとまずいことになる。フフフ、いいだろ。あー、くそ。どうする？いや1難去ってまた1難だな。いやここはしっかり外交で仲良くしようぜと、平常だと言ってもだ、しっかり仲良くしてもらわないと。その上で同盟も結ぶだ。神前のやってるターンでは同盟は結べないんだな。じゃあいつもの探索をやっておきましょうかね。というわけで、じゃあ今回はね、ここまでにさせていただいてですね、次回この続きをまたプレイしていきたいと思いますので、まあ首の皮1枚つながったこのプレイで、ね、なんとか応援したいので、皆さんの応援引き続きよろしくお願いします。というわけで、じゃあ今回はここまでにさせていただきます。はい、最後までご視聴ありがとうございました。内容いかがでしたでしょうか。ぜひ、皆さんの感想やあとアドバイスですね、いただければ嬉しいなと思います。それとチャンネル登録とツイッターのフォローもぜひぜひよろしくお願いいたします。